え嫌いな人の SNS をわざと見てここの中で暴言を吐いたり嫌な気持ちになるページやグロテスクな動画を見るのはやめられないのですがスマホ依存でこのような症状はありますかとすごく気分が悪くなって後悔するのに頭から離れなくなって見てしまいます自分でも何で見ているのか分かりませんどうしたらやめられますかとまあなんか反復脅迫みたいな感じですけどまあスマホ依存での症状っていうよりはまあ,あのことが癖になってるというか。 そういう行動を取っちゃうんでしょうね。だから不安だから見る。だから脅迫的ですよね。不安だから見て、やっぱり嫌なことがあるとか。で、またもう一回見ちゃって、やっぱり嫌なこと書いてるじゃないかとか。嫌なことが起きるのを探し続けるというか、うん、彼氏の浮気を探し続けるみたいな感じに似てますよね。だから虐待の連鎖とか、 にも似てるし暴力的な彼氏を選んじゃうでも、一回、暴力的な彼氏を選んじゃうにも似てるかなと思いますけどね。だから、どうして辞められますかっていうと、やっぱり、うん、まあ、基本的には依存行為に似てるので、もう辞めちゃうってことですね。SNS をブロックして見れないようにしちゃうとか、そういう形で行動療法的にやる方が、まあ、効果は高いかなと思います。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンを押し、をチャンネル、登録,登録シェアの方、よろしくお願いします。では、また。